重詩は、大化元年の大化の改新で新たに設置された、官職の一つ。和国における仏教の葬儀を共同したと想定される、僧官の職である。重詩は、党の重大徳を参考に設置されたものである。これは、南北朝時代に、北西の文宣帝が、天保年間に設置した明らげん重党に習ったもので、党ではもともと河路寺の管理下に、高志現象を置いて、 続官を、礼、進むに任命して、仏教会を闘御していたが、武徳二年に十大徳が代わりに設置された、と、旧、当時の続皇宗伝吉蔵、補教伝にある。ただし、同年間中に廃止されているようである。同時期に、水古天皇十六年の県随史で、宗民や宮淵昌安が、同地に留学しているため、 彼らがこれを移植し、同じ水庫町の32年4月13日に、放火しら整と共に制定された、僧上、僧図に変えようとしたものと思われる。経緯としては、高徳天皇は、大化元年8月に使いを大事に派遣し、僧にを集めて、以下のように御事の理を発している。金明天皇13年に、くだの生命王が仏法を、我が国大和に伝えた。 この時、軍神はみんな広めることを欲しなかった。ところが、蘇我稲目だけは一人その方を受け入れた。天皇は稲目に御子と乗りしてその方を信奉させられた。美達天皇のお世に、蘇我馬子は追って、父の違法を尊び、二つの教えを崇めた。しかし、他の神たちは信じなかったので、ほとんど滅びそうであった。天皇は孫に御子と乗りして、その方を信奉させた。 水古天皇のお世に孫は、天皇のために、上六の霊像、上六の銅像を作った。仏教を兼用しそうにおつしみうやまった。自分も、また聖教を崇め、大きな道を照らし開こうと思う以上のように述べた、上で、福良、慶雲、霊雲、上安、明、道東、恵みたる、恵み妙など十人を重視として任命し、恵み絶えにはさらに、くだら寺の自主とした、とある。 これの重視等、よく衆の僧を教え導きて、借境を収む行うこと、用図法のごとくならしめよ重視は、以上のようにして制定されたが、一方でこの時の御事の理には、人院経営が困難な場合は、天皇自身が援助するともされており、諸事の僧に土日、伝世の実態を調べて、ことごとく明らかにし、報告せよという内容も含まれており、その任務を負うものとして、 三輪色夫など三人を、宝刀にした、ともあり、水古町に制定された制度も維持されていた。重視は、その後、白地二年三月、前年より取り掛かっていた上六の縫いなど三十六体の仏像が完成に伴い、先定であるスメラを母孫によって創成され、祭絵を模様しているが、その後目立った働きを見せておらず、法頭も、 上記の御事のり以降は記録に現れていない。結果として天武天皇2年12月に小僧とが現れ、総合性へと発展してゆくこととなる。ありがとうございます。